は着物の授業をしてきました。はい、何ですか授業ですか、うん、私今バインディングすごい楽しいです。着物の授業もすごい好きで、うん、なので今日はすごい素敵な日ですね。私は YouTube クラブに入りたくて、うん、今日は YouTube クラブに面接してきました。あ、本当？はい、あ、山名の YouTube クラブね。山名の YouTube クラブ、先生はワインディング好きでしたか？嫌いだった。嫌いでした。うん、最初の方は嫌いでした。最後は嫌いなんかね、刺激があるのが好きで、アレンジの授業とか、僕らの時はなかった。なかったんですか？1年生の時だから、ワインディングもやるし、オールウェイブとかね、国家試験に出るような練習がほとんどで、カットもやるんだけど、カットもオールウェイブをするためのカットとか、ワインディングするためのカットみたいなことだったんですよね。だから、刺激がある方が好きだったから、何が好きだったのか、忙しくても覚えてない、好きなのかなかった。言っちゃいけないから。毎日必死ですから。毎日必死。自分でバイトしてたから。うん、眠さとの戦いだったから。学科の勉強もしますか？してたの？してた。うん。国家試験に勝つことないと嫌じゃん。嫌ですね。ね。僕らの場合は、一回卒業、一年で卒業したら、一年間インターンっていうのがあったんですね。はい。現場で仕事しながら、一年間。で、国家試験ですね。仕事で勉強どころじゃないから、そうです、ね、すげえ不利。自分たちほら、学生も自分取れるやん。はい。あれめちゃくちゃいいかな。改めてやっぱり、自分の勉強の時間を作んなきゃいけない。稼働もありますよ、今、授業で。マジで？はい。どんなの修行じゃん。花いけるんですよ。お花。いける授業、楽しいそうだね。楽しい、うん、楽しいよ。デザインするとかね、そういうのが好き。はい、松江区の授業もありました。この間、松江区の授業しました。本当？はい。なんか、女の子同士友達同士できるんだ。松江区、将来何になりたい？ヘアメイクアーティストになりたい。ヘアメイクアップアーティストになりたい。はい。どんな系の？私の、なんでヘアメイクアップアーティストになりたいのかっていう理由が、私映画がすごい好きで、なんか高校生の頃には映画に関係する仕事に就きたいって、結構なんか大学とかのオープンキャンパスは映像の方のなんか方に結構行ってたんですけど、やっぱりなんか経験していくうちに、なんか私何がしたいんだろうみたいな考えちゃって、映像の時に、私ヘアとかメイクとか好きだったんで、なんかどっちもできるのなんだろうって思って、コロナ禍の中でヘアメイクしようって思ったんですけど、だから映画の舞台裏とかがすごい好きなので、そういうところで働きたいなって思ってます。映画一本丸々仕切ったことあるから、ね、実写版のルパン三世ってあるのね、でそれの、全キャストの出てくる人たち全部ヘアメイクを仕切ってやって、うちのチームが3ヶ月以上現場に張り付いて、海外でロケやってたら海外に行きっぱなしの人もいたし、頑張ります。とりあえずそのなんていうの、やれることを全部やろうと思ってて、ミスユニバースのヘアメイク企画のアシスタントが今週と来週にあって、それも応募しました。とりあえず何でもやろうと思って、私もあの YouTube の、自分の YouTube チャンネルがあって、そうなの？はい、なので、何て言うか、あ、普通にフルネームです。吉田美優ミュウちゃんのね、はい、そのミュウチャンネルとかじゃないんだ。あ、ちょっとそうしようかな。、
なんかオンライン授業になった時に、うん、YouTube クラブには入りたかったんですけど、うん、いつ応募が入るか分からなかったので、うん、なんか自分で動画を作ってしまおうと思って、うん、オンライン授業の1日っていうのを撮ったんです、うん、それが1本目の動画なんですけど、うん、映像の方に関わりたいんだったら、はい、自分でも映像撮ってるといいと思う。間違いようと思って、うん、ちか先生の講演で言ってたじゃないですか。何でもなんか人にアピールすることが大切って、うん、結構意識してます。うん、有限の方が本当に当たりやすい、うん、せっかく山の入学したからには、うん、たくさんあるじゃないですか。うん、あるんで、やりたいことはやろうと。うん、いいんかな、ね。そうですね。何かありますよね。うん、僕らの1年間。1年間。詰め込む。られない。土日がバイトしてたの？はい、土日バイトして、平日は一切入れてないっていう感じのシフトです。うん、平日は学校があるか？平日学校あるから。うん、他のとかの練習とかいろいろ考えたら、やっぱ学校優先で考えたいなって、うん、ハワイアンのお店なんですよ、うん、なのでアロハって接客に面白いアロハシャツ着て、うん、今はコロナでちょっとできてないんですけど、うん、ハワイアンのダンス踊る人とかが来たりとかするお店なんですよ。あ、私は踊んないんですけど、あの誕生日プレートとか、おめでとうございますって言って出したりと、明るいお店です。バイトは8時半から、うん、夕方の3時とか4時とか入ってます。さっき先輩、さっきは先輩、うん、意識あったの？あの、先輩会長なので、先輩が、先輩、あの、男の子、あ、男の子、先輩会長、先輩会長、うん、私だけ知ってました。ああ、知ってた感じ。うん、高校生だったってことね。あ、そうです。うん、もう3ヶ月ぐらい経ったの。うん、楽しいね。あ、楽しいけど、すごい毎日、うん、あの、大変だなと思う。部活何やったんですか？部活は、高校生の時ダンス部でしてました。ダンス部、はい、ダンス部でした。中学か？中学校はバドミントン部でした。バドミントン部ね。割と体を動かすの好きなのかもしれない。はい、そうです。お願いします。一回待ってね。はい、ウェンディングは習ってる？はい。あ、そうなんだ。今でも40分で巻いてます。あ、まだ40分、うん、国家試験20分だっけ？はい、国家試験20分。映画のヘアメイクとかね、はい、映画のヘアメイクとかを専門でやってるヘアメイク事務所に行くと、はい、そうなんですか。うん、分かりました。でも、ね、最初に美容室に就職することは一番いいんですよね、うん、将来的には10年単位、20年単位なんだ、うん、あ、20年単位ぐらい先を見越すんだったら、すぐだったらそういう、すぐだったらそういうの、何もできない状態で行くことになっちゃいますよね、うん、そうだからね、もう本当に映画とかドラマのヘアメイクで、僕たちの場合は演者さんの普段のカットとかもするから、普段のカットとか女優さんの普段のカット、パーマ、カラー全部やって、で役に合わせた、そのじゃあこういう役が来たんですって言った時にそういう風に合わせたヘアカットとかヘアカラーとか、うん、全部やって、現場でもヘアもメイク、例えばカツラ作りましょうとか、ね、ウィッグつけ出しましょうとか、エクステンションしましょうとか、でその役に応じたヘアとかメイクをするでしょ。だからそれ全部やりたいと思うと、美容室行ってカットも何もかもやって、現場もやってるっていうのが、まあすごい時間かかるよね、うんうん、そこを目指すんだったらそうだし、でヘアメイクだけ目指すんだったら現場に入っちゃった方が一番早い、うん、目指すところで違うよね、うん、自分の場合はね、美容室とりあえずヘアメイクをやりたいっていうよりは、美容師になって行くための病院に就職して、でそこから、あ、メイクやってみたいな、でメイクやり始めたら、あ、撮影の現場やりたいな、雑誌の現場やりたいな、で今度はそのプロモーションビデオとかそういうのやりたいな、タレントさんのいろいろやりたいなみたいな、どんどん広がっていっちゃう。
広がっていった結果、こんなになっちゃった。すごすぎますよ。最初はね、そんなこと思ってなかったんだけどね。やっぱ、いろんなファッション誌見てさ、ヘアメイクされそうだって名前出てるから、なんだこれはと思って、やりたいなって思って、初めて。皆さんの場合は、ね、情報がいっぱいあるから、ヘアメイクさんを目指して、今から準備できるじゃない。君たちの場合はさ、こういう情報が当時雑誌で自分で見つけるしかなかったから、とりあえずそのアシスタントの、うん、なんかミスユニバースのアシスタントが、うん、の練習、うん、今週、うん、来週と再来週にあって、うん、なんかやっぱ現場体験するのは大切だよみたいな、うん、大切だね。それでこうファッションの方に興味、うん、急に持って、うん、ファッションの現場いいなってなって、うん、ファッション撮影とかしていく方に行く人もいれば、うん、役者さんとかやっぱりドラマ、映画の現場に行きたいって、また似てるようでね、全然仕事内容と違ってちゃった、うん、カットとかしてて楽しいなって思っちゃって、うん、美容師の仕事もなんか思っちゃいます。思っちゃうね。全部やるとなんなら稼働とかやったらなんかすごい楽しいなってなっちゃう。大変なことになっちゃうこと。大変ですよ、ね。でもね、やることが多い方がなんか面白いじゃん。うん、時間はかかるけどさ。なんか聞きたいことがあって、はい、着物の着付け師の資格は取っておいた方がいいですか？うん、あ、これこっちに行ける。はい、取っておいてもいいんじゃない？いいですよね。うん、何の資格？フリス。何の資格？着付けをいっぱい、はい、めっちゃいっぱいあるから、はい、めっちゃいっぱいあるから普通にやるんじゃないか。いっぱいあるんですね。1個取ったら終わりではなくて、うん、たくさんある、はい、文化検定もあるし、あとはやっぱ1級、うん、あの技術の方もあるし、国家検定が1個だけマジで？そんなのあるの？そんなにいっぱいあるから、あと流派によっても違うから、あなんか本当に全部に通用するっていうのが多分何個かあるから、それだったら取っといた方がいいと思うけど、うん、ちょっとそれ帰ってしっかり調べて、時代劇とか、うん、映画とかでもさ、着物を着るような作品、はい、着物の人が登場してくれる作品に携わるんだったらあった方が、やってた方がいいと思う。そうですね、うん、なんか楽しいんですよね、着付けは、うん、まあ、楽しんでやってるのが一番いいよ、うん、今日は、ね、浴衣でした。夏の近いから浴衣の着付け、うん、友達にも着せてあげるね、はい、ね、浴衣着てみんなで遊びに行きましょうとかね。今コロナだから夏休み、夏祭りないですよね、うん、ないね。8月22日までだから、それ以降浴衣で着せっこして、どこかみんなで浴衣で YouTube 撮りたら、え、いいですね、ね、うん、浴衣の新しいそのおしゃれの仕方とかね、YouTube で流しちゃったりなんかしちゃったり、楽しそうだし、すごい、今月アートファン初めて企画してるの。あ、この人とかあれだよ、あのニューヨークとかに行って友達同士、美容学校で、うん、卒業式からね、はい、ニューヨークで着物で、そう、歩いた、そう、着物着て、着物がって感じ、すごい楽しい。なんか着物着付けることできたらかっこいいですよね。やってるもんですよね。はい。好き。女の子好きです。うん、楽しい。でも、そうです。着付けできる人自体が今すっごい少ないから。私も就職するときにどうアピールするんですか、うん、もしも着付けはできるけど資格は取ってないですっていうのを。取らなくていいのか、資格取ってないです。着付けできます。着付けできます。うん、そうか。全然それだけでいい。確かに。で、え、なんか資格持ってるのとか、あんまりそもそも聞かれないと思うし、着付けについてまず詳しい人がそもそも本当に少ない。あ、そうだ。じゃあ、できればいいのか。資格は持ってないですけど、でも例えば留め袖までできますとか、留め袖振り袖だと花嫁でしょ、はい、花嫁までできるって言ったらめっちゃできる人だなって。でもどうなんだろう、どうなんだろう、着付けができる人だったらまずその会話だけで通じると思う、資格持ってなくて、は
まあ、持ってるに越したことはないかもしれないけど、でも着付けできるってだけで本当に強いよ。そうですね。それだけで。でもあとはやっぱ技術とか、あと写真があったらいいと思う。あ、着付けた写真とか。そう。もうそれが分かるじゃん。一人見れば分かるじゃん。着付けが上手なのか、あんまり どのレベルかっていうのがすぐ分かるから。うん、やります。まだやってないけど。何をやってたら、私花嫁やらなかったから、ね、ウェディングには絶対行かないと思ってたから、うん、ウェディングやらないのって花嫁はさすがにやらないなと思って、うん、まあ、お、これしてなくても確かに使わないけど、うん、でもやっぱ好きだから勉強したけどよかったなっていうのはある。あ、やっぱ楽しい、いいですよね。本当に泊まりになってから友達に着付けてどっか行ったりとか、本当に去年もアルティファートで浴衣の企画、うん、あのヘアアレンジとお約してくださった方には浴衣の着付けが無料とか、うん、無料キャンペーンとか、うん、それで着付けをさせてもらったりとか、本当に撮影で浴衣着付けてやったりとか、で今年はまた、うん、か後輩の子を着付けて写真撮ろうかなと。で、今月末にそうやるんだけどとか、やっぱだから着付けは私は本当に好きだから、そういうのを自分で決めていける、自分次第ですよね、やっぱり。まあ、うん、着付けのね、着付け好きが専門学校時代の友達で、うん、着付けまたみたいな子がいて、その子の方が、いろいろ、その子はもう本当に着付け一本で、美容師じゃなくて、うん、やってるから、着付け一本、着付け一本。しかし、ね、信じるタイプなんですか？信じない、全然。見たことないからさ。近先生言われるとちょっとね、ちょっと、ね、先生じゃないんだけどね。なんて呼ぶ？近さん。近さん。うん。先生って呼ぶんじゃないんだよ。学校ではでも近先生って呼ばれてます。すぐ耳じゃな、照れちゃうんだよ。明日楽しみです。あと明日オンラインなんですよね。そうなんだ。はい、友達と会わないんだ。会わないですよ、明日は。明後日会います。明後日ね。はい、オンラインは何するの？オンライン授業、明日は学科の勉強と福祉のワインディングをします。ワインディングはないオンライン？オンラインで行きますよって。はい、タイム測って、うん、今は2頭巻いてるんですけど、うん、それを課題写真撮って、タイムもしっかり撮ったのと、うん、一緒に課題提出をして、でもやっぱりなんか、うん、部屋でやると、うん、周りに人がいないから、うん、なんかタイムとかだとなんか焦れないと言ったらなんですけど、うん、タイムがちょっと落ちちゃうんです、家でやると。緊張感がちょっとなくなっちゃう。ちかさんは幽霊信じないっぽいんですけど、うん、見えるらしいです。見えるの？見えたです。見えた、うん、なんかさ、僕のお客さんにも見える人がいて、うん、さんまのホマレカ TV とか出てるシークエンスの早友さんって知ってる？オーラとか見えるの、生き量とかついてるの分かる。そういうのがいるのね。あ、そういう方がいらっしゃる。で、まあ、コラボやったんだけど、その人も見えちゃうんだね。いるっちゃいるのか、じゃあ。わかんない。見たことないから、まあ、そういう人たちがいるっていうふうにね、もちろん見てるから、そういう、うん、自分も見たことないから、会ったことないしね。でも、一回会うと多分、信じるんですよね。信じるんだろうね、会ったらね。この年も見たことない。微動のさ、写真撮影してる SDP のやつあるでしょ、はい、あれは参加しない、参加できない。まだ、多分、まだ応募がかかってないです。あ、本当に？はい。へぇ、そうなんだ。もうそろそろ、もうそろそろなの。うん、ねで、自分がやったやつも、はい、なんかこれから、なんかいろいろ編集するみたいなことでしたか。あ、そうなの。みたいです。写真の世界とまた動画の世界、映画のね、また全然違うからね。でもなんか
私どこもすごい全部に興味があっちゃって、うん、なんか絞れない、絞れないね、絞れないんですよ、やらなくていいかもよ、なんか何でもやりたいなって思っちゃってて、うんうん、自分がタレントさん の, その専属とかになっちゃったら、その方がそのタレントさんがドラマ出ます、バラエティ出ます、あとそのファッションシー出ます、映画も出ちゃうかもわかんないけど、そういう時に呼んでもらえるっていうのもあるよね。ヘアメイクさんはやっぱりなんか、なんていうの、人とのつながりですよね。そう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 、もちろんそのテクニックもできて当たり前、プラスアルファその人の身体関係とかになってきちゃうからね。こんなこと聞くのもあれなんですけど、うん、いける、なんか私の場合は、うん、そのまだなんか雑誌に行きたいか映画で行きたいか、うん、なんかどれも行きたいってなっちゃってて、うん、だからこそなんか就職、うん、もうちょっとで就職とか考えなきゃいけないかなった時に、うん、就職することが正解ですか。もう美容を例えば自分でカットしたりとかカラーしたり、カラーしてあげたいってなるんだったら、もう美容室に、あ、美容室でヘアメイクもやってるところに行けばいいし、うん、撮影現場にが好きで、はい、そっちに重点を置きたいって言ったら、別にそっちでも全然いいと、うんうん、例えば美容室に就職することができて、うん、そこで働きながらっていうのも多分すごい大変ですよ、大変大変、うん、全然携わってない美容室に入ったら、うん、変なことしちゃうと、うん、無関係になっちゃうから、そうですね、そう、撮影では無関係、うん、あとはファッションの方の撮影のヘアメイク事務所に入って、まあ、カットもできるヘアさんに着くっていうのもあるけどね、うんうん、まあ、それもちょっとなんかアルバイトしながら現場に着くっていうことが多いかも、最初選べないからさ、そうですよね、うん、美術はその給料とか出るんだけど、うん、その全然その撮影現場とかに行かないような美術さんとこれはまたちょっと違うかもしれない、うんうん、よくリサーチして調べて何が自分に一番ピンとくるかっていうことだろうね、うん、ただね、作品のそのテイストがこういう作品作りたいなっていう人を何とか選んでいくと共通するところが出てくる、でその人のモードだからね、行動、もう行動する、そうそうそう、もうね、とにかく調べまくる、とにかく調べまくる、うん、でいくらタレントさんの専属とかって言ってても、僕の場合はドラマも映画もその人についていかない、現場はそれはそれで、別の人たちがいるよね、ドラマの専属でやってるような人たちが、で監督とかそういうそのチームがあるから、そこにも入っていけない、で僕が、タレントさんの指名を受けてやるっていう時は、コマーシャルとか雑誌の撮影とか取材とかテレビの番宣とか、ね、ドラマの番宣とかはドラマのヘアメイクさんと伝わらないと、時間も時間帯も全然違っちゃうから、朝5時からとかさ、得意でしょ、得意朝5時からね、始まっちゃったりとかする、僕らも普通の仕事もしながらそこはちょっと無理なんだよね、やりたいことを教えて、うん、とりあえず調べよう、うん、何を見て映画のそのヘアメイクさんになりたいっていうふうに感じた、何、私たくさんのジャンルの映画が好きで、うん、何がとかじゃないんですけど、うんうん、なんか何ていうの、海町ダイアリーみたいな、うん、いう感じの好きです、うん、あとは、うん、三浦春馬が好きだったので、はいはいはい、だから「進撃の巨人」とかの舞台裏とか、うん、めちゃくちゃなんかどうなってんだろうみたいな感じ、うんうん、特殊メイクとかさ、うんうん、ね、ああいうその方に行くこともね、そうですね、お父さんにしたけど、うん、あれはまたねすっげえ本当にもう職人、うん、もろ職人、これはね僕らはもう全然手出しできない、すごい感性がありそう、センス、うん、好奇心旺盛ですごいいいと思うよ、うん、感動してしまって、 ありがとうございます、いや、ね、海外のところも挑戦したいなんかっていう話を学校行った時にさせてもらったりと、はい、で海外とかそういうところで一番重要なのはやっぱり自分のオリジナリティっていうか、自分のその考えをちゃんと持ってるっていうことがね、すごくやっぱ評価の対象になる、うん、
今流行ってるからこんなんどうですかって言った瞬間にバサッともうダメだって。自分がその例えばその女優さんとかを見た時に、女優さんと例えばドレスを見ます、今日ドレスを見ます、で宝石も見ます、そうした時にどういうインスピレーションが湧いてどう提案できるかっていうことがすごい重要なんです。それは映画の世界でも、例えば自分が任せられた時に主役の人とそのなっていく役柄の層をミックスさせて、その主人公の人間像に近づけていくかみたいなところも、いくつはそのいっぱい見て知ってないところ、で自分のオリジナリティのそういうところにも、やっぱ役に立つプレゼンがね、ちゃんとできるところ。コマーシャルの世界とかも面白いヘアスタイルしてるとか、なんか被りも面白いとかもそうだけど、まあ、大体その監督が大まかなイメージは分かせてはいるけど、細かいところまでやっぱりプロじゃないから、ヘアのね、ヘアとかメイクのプロじゃないから、ヘアメイクさんがセンスになるんですね。そういった時にどういうものを絵コンテナに何なりでも持っていくかっていうのはね、ただ一つ僕が映画の中で思ったのは、おしゃれなヘアスタイルとか、おしゃれなメイクとか、まあ、関係ないよね。例えば、バーン殴られて、で、殴られてこう倒れると、大カット、今日はそこまで。で、次の日になった時に、また別のその角を曲がってきたところから撮り始めます。でそしたら、一生懸命走ってるからもう汗だくになってる。で、汗を作ったり、で、しばらくして一週、もう丸々一週間経った時に、じゃこの前、ぶん殴られて倒れた。ところから振り向くところから始めますみたいな。じゃあここ少し赤くなって血を流してみます。こういうそういう仕事なのよ、ドラマも。そうですね。で一回やりたくてやったんだけど、新しい刺激を与えていきたいっていうのと作り出したいっていうのがあるから違うかなって思うね。映画が好きな人はね、もう本当に。その現場に一緒にみんなと一緒に作って、行くことがもうこよなく愛してるっていう、そういうあの人がずっと働いていく現場だなと思って、まあ、ドラマもそう、ね、サラリーマンの人を描くときにめっちゃかっこいいヘアスタイルをしててもおかしいだろうと、まあ、あの主人公が横浜流星君とかだったら違うけど、ね、一般のおじさんとかでサラリーマン役 A さん、サラリーマン役 B さんってなった時におしゃれなヘアスタイルじゃあそれちょっと違うでしょってなっちゃうよね。よくいろんなその職種の人も、観察してないとダメだし、カフェの店員さんどんなんだろうとかね、美大に通うカフェで働いてるアルバイトさんとかだったらちょっと個性的なのもいいのかなとか、理系に通う女の子が働いているならどうなるんだろうとかね、想像力で、そう、将来何になりたいんだろう本当に分からなくなってくる。情報がいっぱいあるからね、まさか自分がメイクをやる人間とかになるっていうのは最初は全然想像もしてなかったから、そうだったね。いろんな雑誌を見てて自分なりに、あ、このヘアスタイル好きだなとか、このメイク、かっこいいなとか思うことじゃない、そしたらもうメイクがあるそれとかヘアメイクがあるそれとか出てるから、これどうやったらこれ携われるんだろうっていう疑問から、そうなっちゃったね。カットの授業とか、なんかカラーの授業とかやると、やればやるだけなんかそう美容師の仕事を楽しみに、なんていうんだろう、やってみたいなと思ってしまうし、でもなんかメイクの授業もやっぱり楽しいので、だから、全部やりたいんですよね。全部やりたいね。全部やりたい。僕なんちゃんは名画の美容師だけだもんな。はい。もしは美容師だよ。メイクできない。できないっていうか、そっちにあんまりこう興味が湧かないんだ。そうですね。ね、最終的にね、部屋も見えてる、いろんなもう、やってない現場っていうのはドラマぐらいしかないから、僕は全部経験したんだけど、最終的に今こうやって美容にいるっていうのは一回り回って美容師最強だなって思った。だって美容師やりたくなってきちゃう。だからあんまりね言わないようにしてる。自分で決めることがすごい大事だから、これ説得されて自分の道を選ぶもんでもないし。
し、うん、素晴らしくないですか、こうヘアスタイルやって、うん、なんかお客さんに喜んでもらって、うん、帰っていただいて、うん、で すごい楽しいですよね、楽しいやりがいがあって、あとね、そのまあ今ほら、19歳18歳、はい、18歳からこれから、まあ、お客さんだとするじゃない、うん、で18歳で始めましました、で10年後28歳で例えば結婚するかもかしないかもか、うん、でその後、自分がお母さんになるかも、うん、で子供と一緒に来るかもか、うん、もうそういう人にずっと見てる、うん、そう人生の傍らにいながら、うん、なんかね、そういうその人の人生をもこうなんかヘアスタイルだけでもね幸せにしていけられるお手伝いできてるのかなみたいなことを感じながらやっぱできるのって、まあ、長く自分とお付き合いできる仕事って、ね、他はあんまないんだよね、うん、ご主人よりも僕の方が付き合い長いんですよみたいなね、そういうのがいっぱいいるわけ、学生服に来てたりなんかするからさ、うん、昔もね、うん、そういう仕事ってなんか珍しいなぁと思いました。美容師ですね。今言えないだよね。でもヘアメイクは、例えば自分が担当している女優さんなり、アーティストの女の子なりが、例えばなんかポスターがバーンと出ると。で、街中の人たちが、あーって。ね、あの、ああいうヘア素敵、こういうメイクしたい、私もああなりたいみたいなムーブメントがブワーッと起きた時にその中心にいられるわけだ。それはそれでまたすごいのよ。すごい、それは、うん、で、映画館行った時にバーッと最後エンドロールって流れるでしょ。流れます。ヘアメイク、あれでまだ近く出るわけだ。出ますよね。うん、あれはあれでね、またちょっと気持ちいいんだけどね。どうしようどうしよう、まあ、まだ先はあるからさ、でもいろんなことを調べながら、うん、やっぱ自分が一番ヒントくるもので、これからカットもやるだろうし、ワインディングもやっていくだろうし、カラーもやるだろうし、まあ、実際自分がヘアとメイクをそのお友達にやって写真撮ったり動画撮ったりしていく中で、こう一番その自分がこう興味を夢中になれるところ、うん、夢中になれるところをやっていくといいと思う。でもどれもね、仕事にしちゃうと大変なことはね、待ち受けてるから、うん、どれも、もうその先はね、楽しい、楽しい、うん、ね、そう迷っちゃいました。迷っちゃうよね。迷っちゃいました。僕は何でも やってきた人間だからね、いろんな方向のいい話ができちゃうから。いやでも、4位いいですよね。4位、4位いいですよね、うん、ということで、またこの続きはカラーをやった時と写真撮る時にまたお話ししましょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで、ね、ありがとうございます。早く帰って寝ないと、あと諦めない。大丈夫です。明日はリモートだから、明日はそうなんです、うん、オンラインだから。あ、そっかそっか、大丈夫なんですよ。ほらほら、このね、この感じとかにもマッチするでしょ。すごい、マッチしますね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。それでも気をつけて帰ってください。はい、ね、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。 YouTube とインスタと今、まあ、メインはそれだけ。メインはそれだけ、はい、うん、TikTok には自分をじゃなくって、うん、その YouTube 動画開けたので見てくださいみたいな感じで上げてるのみです。今日ぜひユニバースまで明日、うん、あの練習です、ヘアメイクの、うんうん、アシスタントに作るんです。たくさん踊れるべきなって感じの先生がやられました。ミスユニバースのヘアメイクの練習っていうのはどこでやるの？明日は学校で、うん、ミスユニバースで世界大会で優勝した子とか、うん、一緒に仕事したことある、優勝した子。前のサロンもね、すごいいっぱい来てたの、練習生に。そうなんだ、うん、ウォーキングやってる途中とかさ、世界大会で優勝、日本人初めて優勝した、そうそう、森ランチャーちゃんだったかな。その子が優勝した後に、Vogue のファッションナイトあるじゃん、ファッションアウトナイト、はい、去年できなかったかな、はい、うん、その時に、やめに行ってみた。へ
え、何年前ですか？無理リオだ、無理リオ。ああ、うん。え、何年前ですか？結構前だ、結構。優勝したのはその後ぐらいしかないから。そうなんですね。うん。